今回は各州の、えー、2024年第一四半期、どんな不動産の動きをしているのかお話ししたいと思います。イエーイイエーイ <laughs> <laughs> 危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA アメリカ不動産を 人のリアルターがオハイオ・カリフォルニア・ハワイから読み解きますがいいか分かんないけどちょっとなんか今あんまり力息も上がってるし不動産もちょっと元気がないっぽいようなニュースが流れてますけどどうでしょうか皆さんのとこでは。ハイヨ州えっと私よくあの何ていうのかあの日本人コミュニティ駐在のコミュニティを専門にしてやってるのでそこの,あの結構狭いエリアのお話をしてきたんですがえっと今日は全体的にあのコロンバス の話をしたいと思います。えー、コロマス、今、えー、中央値、購入するときの中央値は、えー、この市販機でいくと30万ドルになりました。私がリアルタンになった2011年とかは、15万ドルとか13万ドルとか、そんな価格だったので、ちょうど倍になったような感じです。で、こういう風になっていくのも、インテルが来たりとか、LG が、えー、と、ホンダと一緒に、 工場作ったりとか人の流入が激しいので、またこの次の7年から10年で倍になるだろうというようなエリアなんです。で、ハワイとかカリフォルニアに比べたら、ずっとずっとまだまだ安い価格でお家が買えるんだなっていう所感だと思うんですけれども、えー、ここの課題としては固定資産税が高いっていうことにあの終始するのかなと思います。 私もあのいろんなところに行って不動産の価格を聞くと「おはよう」ってまだまだ安いなとは思うんですけれども固定資産税が高いがこれが諸悪の根源でなんでかっていうとローンを支払い終わって自分のものになった後も固定資産税って毎年毎年払わなきゃいけないじゃあここでリタイアできないじゃんみたいな話になってくるわけで。 今週でこれはどうやってあの、まあ、学校税が80%を占めるんですけれどもそういうものをどうしていくのかなということが話し合われているそんな地域です。なので,でしたっけ固定資産税。はい、えーと、30万ドルのお家でだいたい4500から、えー、4500ドルぐらいの年間の固定資産税がかかります。コロニアもよく似たもんです。<laughs> これにも高い、ね <laughs> カリフそうです。あと、うん、だとね、1.5%ぐらいだけど、うちは1.25%ぐらいかかるので、うん、やっぱ高いですね、うん。30万ドルじゃお家買えないもんね。買えないですね <laughs>、まああの。でもカリフォルニアも広いので、カリフォルニアっていうと、買えるところがあります。ロサンゼルスは難しいです。<laughs> はい。じゃあ、えっ、ー、と、ハワイの、えっ、ー、と、不動産状況を一体見たいと思います。あの、さっきの固定資産税にの話をしちゃうと、この3州の中で一番安いのがハワイです。と言っても、何を買うかによって違っちゃうのがハワイなんだけど、自分の、えっ、ー、と、住居であるのか、投資であるのか、で、えーと、ホテル仕様であるのか、まあ、短期で貸すかっていうのによって全然変わるんだけど、普通の投資物件であれば、この3州の中では0.75だったかな。 なので、えーと、一番安いレートなんじゃないかなと思います。とはいえ、不動産高いです。えー、と中間価格、3月の、えー、と中央値としては、戸建てが、えー、と110万ドルで、コンドミニアムが50万ドルになってました。戸建ての値段とコンドの値段、まあ、どこもそうでしょうけど、すごく値段が違うので、こういった形で毎,毎月毎月分けた、えー、数値が出てきます。ちなみに月月ととだけ比べたりすると建てが上が上 で今度が下が下っ,っているう感じでこれはあの最初の1月から3月まで全部見ても同じような動きをしているんですけど、えー、値段的には昨年比を比べると上がってますそれでも上がってますで在庫も増えているから値段下がるのかなと思ってるんだけど価格が上がっててで面白いなと思うのがあのすごく高い物件高額物件リゾート物件もしくは1億以上の えー、普通の家庭の一般家庭の人が手が届く値段、価格帯っていうのが、えー、バカ売れ。やっぱりあのみんな、みんなが手が届く物件が売れてます。えっと、件数とかもちょっと私見てたんだけど、コンドミニアムの三十万ドルぐらいの物件までっていうのが、えっと、市場の五十パーセント以上占め,占めて売れてたりとか、そういうような数字が出ています。 えっとですね、カリフォルニアっていつもこう出してるんですけれどもカリフォルニアはまあ日本列島の大きさよりも大きいんですね実はなのであのどこっていうのによってすごく差があるので、まあ、今日は、まあ、いつも言ってるのは大体ロサンゼルス私が住んでるロサンゼルスの地域の話なんですけれどもあの中間価格の戸建てで、えー、これもまたカウンティーっていうちょっと広い範囲ですねそれはつまり ちょっと田舎っぽいエリアも含めての大きなロサンゼルスカウンティ全体の戸建ての中間価格で3月は90万ドルになってしまいました。もっと安かったんですけれども、やっぱりじわじわっと上がって1戸建てで、えっと、非常に LA カウンティなんでかなり遠いあの郊外のエリアも含めての平均がもう90万ドルになりました。で、えっと、シティオブロサンゼルスのシティのロサンゼルスだけ取り上げたら1.18ミリオン。 で,でこれももうあのだいぶ上がってきてるなっていう感じなので、えっとまあ、本当にじわじわっと上がっているんですけれども、去年はちょっとこうあの4クォーター少し値段が落ちて、でそれは季節要因と、金利が、まあ、一番またピークになっててた、あの下がらなかったっていうのもあるので、まあ、季節要因も大きかったですけれども、結構その、あのー 中では数物件の数も少なくなってきたし、売れ行きもちょっと落ちてきたので、価格もちょっと下がったんですけれども、今年になってから、またこうシーズン性もあったりとか、じゃあ、あ今年は買いましょうということで、人の動きもあったり、売る人も年末、ちょっと一,一旦市場から落とした人たちがまた出してきたりとかしたので、ちょっと増えたりもしてるんですね。 え非常に早く売れるものもあれば残っている物件も結構出てきていえー、カリフォルニアもあの明暗が分かれてる感じのマーケットになってますはいいかがでしたでしょうか次回は私たちが実際に目の前でやった取引肌感を伝えてみたいと思いますじゃあまた次回までさようなら、はい、お楽しみにさようなら